のぞみとたくみのお掃除講座。こんにちは、のぞみです。こんにちは、弟のたくみです。実は最近ちょっと出費が多くて節約したいんだけど、なんかいい方法知らない？だったらお掃除用洗剤を見直してみるのはどう？選び方を変えるだけでぐんと節約できるわよ。それじゃあ今回は節約につながる洗剤の選び方について話していくわね。節約するなら洗剤の数は最小限に。まず揃えておく洗剤の数を減らしましょう。お店に行くとお風呂用、トイレ用、キッチン用と並んでいるからついたくさん買ってしまうわよね。気づけば家にいろんな洗剤があるよ。節約するなら用途別ではなく汚れ別に洗剤を揃えるようにするといいわよ。お家につく汚れは大きく分けると5種類、洗剤も5種類あれば十分なの。汚れと最適洗剤について。お家の中の汚れは大体は中性洗剤で落とせるわ。でもなかなかお掃除できないでいると頑固になって専用洗剤が必要になるの。拭き掃除用洗剤とか食器用洗剤とか中性洗剤はよく見かけるよね。中性洗剤で落ちない汚れには汚れに合わせた洗剤を使いましょう。そのためにはまず汚れのタイプを知っておく必要があるわ。お家の頑固な汚れは1、ヌルヌル汚れ、2、ザラザラ汚れ、3、生き物汚れ、4、ガチガチ汚れ、5、レア汚れとなるわ。そしてそれぞれの汚れにぴったりな洗剤があるってこと？そういうこと。1のヌルヌル汚れにはアルカリ洗剤、2のザラザラ汚れには酸性洗剤、3の生き物汚れには塩素系漂白剤、4のガチガチ汚れにはクレンザー、そして5のレア汚れには溶剤が効果的よ。整理した表もあるから参考にしてね。ヌルヌル汚れにはアルカリ洗剤。次は汚れのタイプと洗剤について見ていきましょう。1つ目はヌルヌル汚れで、皮脂汚れや油汚れ、ヌルヌル石鹸カスがあるわ。落とすときはアルカリ洗剤が効果的で、ナチュラルクリーニング素材ならセスキ炭酸ソーダやアルカリ電解水が定番ね。100円ショップで見かけるやつだ。私はよくシャボンのアブクを使っているわ。拭き掃除用の水石鹸で使いやすいし汚れ落ちもいいのよね。30倍で薄めて使うからコスパがいいしおすすめよ。30倍、長く使えそうだね。それにシャボンのアブク一つでリビングやキッチンの掃除、トイレやお風呂の掃除もできるわ。専用洗剤を用意する必要がないから節約になるわよ。ザラザラ汚れには酸性洗剤。2つ目はザラザラ汚れで、水垢やもらいサビ、ザラザラ石鹸カスがあるわ。落とすときは酸性洗剤を使うといいわね。酸性洗剤って何があるの？ナチュラルクリーニング素材だとクエン酸があるし、トイレ用洗剤のサンポールもかなり酸性度が高い洗剤ね。クエン酸は40倍に薄めて使うし、酸性度の高いサンポールもかなり薄めて使うから、どっちも節約になるわよ。酸性度の高いものなら使う量はほんのちょっとで良さそうだね。そうね。でもトイレ用洗剤をトイレ以外に使うのは用途外になるわ。酸もかなり強いから変色のリスクもあるの。だからまず使うならクエン酸が安心ね。生き物汚れには塩素系漂白剤。3つ目は生き物汚れ。黒カビやぬめり、ピンク汚れがあるわね。生き物汚れには塩素系漂白剤が効果的よ。カビキラーとかキッチンアワハイターとかだよね。そうそう。ちなみに塩素系漂白剤はスプレータイプのものよりもボトルに入っているものの方が塩素濃度が高いの。ボトル入りの方が安いしコスパ重視ならおすすめね。確かにボトルのって安いよね。でも使いやすいのは泡で出てくるスプレータイプの方ね。どっちを選ぶかはコスパ重視か楽さ重視かで考えるといいと思うわ。僕はどっちかな。あと生き物汚れに効果的なものに塩素系漂白剤の他にオキシクリーンのような酸素系漂白剤もあるわね。安心安全重視なら酸素系漂白剤を使うのもありね。ガチガチ汚れにはクレンザー。4つ目はガチガチ汚れで、焦げや金属錆、酸性洗剤では落とせないガチガチ水垢があるわ。ガチガチ汚れにはクレンザーを使ってみてね。あれ、水垢ってザラザラ汚れにもいたよね。普通の水垢とガチガチ水垢は見た目が一緒だから見分けが難しいの。だからまずはクエン酸のような酸性洗剤を試してみて、全く落ちないようならガチガチ水垢で間違いないからクレンザーを使った方がいいわね。なるほどね。クレンザーにはどんなものがあるの？ナチュラルクリーニング素材なら重曹ね。重曹はそのまま使えばクレンザー。水に溶かせばアルカリ洗剤として使えるわ。他にもいろいろあるけれど、私がよく使うのはモテギカズヤね。水垢取りだけでなく IH
チの天板の焦げ取りにも使っているわ。レア汚れには溶剤。最後はレア汚れ、ペン跡、シール跡、色移り、ゴムのこすれ跡といっためったにつかないけれど落とすのが少し厄介な汚れよ。レア汚れには溶剤を使ってみてね。溶剤って？身近なものならエタノールね。でもエタノールは濃度が高いものでも落としきれないことがあって、よく汚れが落ちるものならアセトンやシンナーがあるわ。家で使うにはちょっと怖いかな。そうね、私はダイダイの雫をよく使うわ。オレンジオイルから取れる成分で作られているから安心して使えるし、香りもいいの。5つのグループから洗剤を選ぶならというように、洗剤の量を減らすなら5つの汚れ別に洗剤を揃えるといいわね。例えば1セスキ炭酸ソーダ、2クエン酸、3オキシクリーン、4クレンザーとしての重曹、5エタノールみたいにね。これでだいぶ洗剤の種類を減らせそう。私は楽さも重視したいから1シャボンのあぶく、2クエン酸、3キッチンヤマハイター、4モテギカズヤ、5ダイダイのしずくと使ってるわ。自分に合った洗剤をそれぞれのグループから選んでいってね。自分に合った洗剤を見つけるためのポイントはこっちで詳しく話しているわ。合わせてチェックしてみてね。まとめ、ここまで節約につながる洗剤の選び方を話していったけれど、どうだった？これで洗剤選びがだいぶ楽になりそう。持つ種類を減らせば節約になるし、早めに使い切ることもできるわ。この機会にお家にある洗剤を見直してみてね。それではここまで見てくださりありがとうございました。またお会いしましょう。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。